コチニールというあの、まあ、一般的にたくさん使われている着色料なんですけれども、虫を乾燥させて砕いて作った着色料で着色をして、それを販売すると、一般的に広まっている着色料ではあるんですが、その虫を使ってるっていうことがすごくこうフィーチャーされて、あの消費者から、まあ、反対運動が起きました。私は、感覚の歴史、感覚の歴史学ということをあの専門に研究をしているんですけれども、これはあのまだ日本ではなかなかこう広まっていないんですが、感覚をこう歴史的に分析をするという学問、あの分野でして、それはどういうことかというと2つ大きくあるんですが、1つはその感覚刺激ですね、視覚とか味覚とか、あの匂い、音、そういったものがいかに変わってきたかっていうあの話になります。で、例えばあの皆さんが外あの出て街を歩いていると、例えば救急車の音であったりとか、車の排気ガスの匂いであったりとか、電車の音っていうものがすると思うんですけれども、100年前全く同じ場所に立ったとしたら、そういった音とか匂いは全く違ったと思うんですね。そういったあの音であるとか匂いとか見た目、そういったものがいかに変わってきたかということをあの研究しています。で、もう一つのアングルとしまして、その同じような感覚刺激であっても、それをいかに人々が認識をする、その仕方が変わったかということがあります。例えば電車の音を聞いた時に、私たちは騒音とかうるさいなって思うことが多いと思うんですけれども、例えば19世紀末電車が出てきた頃の人々っていうのは、電車の音がした時にそれがすごく新しい技術の象徴であるとか、モダンなものの象徴としてその音を聞いていたというような、あの歴史の資料も残っています。そこういう意味で、あのいかに感覚の刺激が変わったのか、そしてそれを認識する認識の仕方がいかに変わったのかというようなことを、研究しています。感覚の歴史というものの大きな枠組みの中で、特に私がこれまで注目してきたのが視覚と味覚ということで、まあ、言い換えれば食べ物の色についてなんですけれども、その食べ物の色、私たちがスーパーに行った時に あまり深く考えることはないかもしれないんですけれども、トマトの色であるとかバナナの色であるとか、そういったものを見て、まあこう何の食べ物であるかということを理解したりすることが多いかもしれないんですけれども、そういった私たちが普段何気なく見ている、当たり前に思っている食べ物の色というものがいかにこう歴史の中でいろいろな要素の中で作られてきたのかということを研究してきました。視覚とあの見ることによって食欲を喚起できる、そういう意味で食欲、食べるっていうことと見るっていうことがいかに重要、あの密接に関わっているかっていうことを、まあ、示唆をするものなのかなというのが一つあります。ただ一方で、その見ることによって楽しめるインスタであったりとかグルメ番組っていうのが流行り始めたということは、その視覚と味覚っていうものがある意味でこう切り離されてきているのかなというのもあの感じています。で、それは自分で食べて味を、まあ、楽しむとか美味しいものを感じるっていうのとは別に、他の人が食べたものであるとか、他の人が食べているその姿を見ることによって、まあ、自分が楽しめるっていう意味では、食べなくてもその見ることで楽しめるっていうことで、視覚と味覚っていうのが、まあ、だんだん切断というか、あの別々の形で現れてきているのかなと思います。インスタの写真をあの例に挙げてみると、多分インスタでこう上がってる写真っていろんな種類があると思うんですけれども、あのインスタ映えって、まあ、あのよく言われるものっていうのはこう奇抜なものであったりとか、あの色がちょっと変わっているものとか、あの
たくさんこう大盛りの写真であったりとか、普段私たちがする食事とはちょっと違うあの見た目 の, あの食べ物の写真が多いかと思うんですけれども、それはあのその食べ物が食べるものとして掲載されているっていうよりは、その普段見ている食べ物の色であるとかをあの盛り方っていうものから少しずれた形でこうあの撮影をされているからこそ、そこに面白さがあるっていうことだと思うんですけれども、それはあのこの後お話をさせていただく、そのいかに食べ物の色がこう作られてきたか、人々が自然だと思う色がこういかに共有されているかっていうことの裏返しであって、あのみんなが当たり前だと思っている色があるからこそ、インスタでこうちょっと違う色が出てきた時に映えるっていう効果があるんだと思います。美味しそうな色って言った時に、その美味しそうっていうのが何を意味しているのかっていうことがあの一つあるのかなと思って、で本当にこう味わって、例えばあの何でしょう、果物がすごく売れていて、いちごの甘いとか、いちごが甘くて美味しいっていう、その時そういう時の美味しいっていう色と、例えばこう健康に良くてそれで流行るっていう食べ物もあると思うんですけれども、それは少し美味しいっていうのとはちょっと違うけれども、でもみんなあの流行ってるし食べようっていう、そういう中で、まあ、それがだんだん美味しいっていうふうに認識されていくっていうことも あるのかなと思います。でそうした時に、その前者であっても後者であっても、その何を美味しいかって思うかっていうのは、それは歴史的にあのこう変わってきたりとか、文化的に違っていたりすると思うので、その美味しそうな色って言った時に、その何を美味しそうと思うかっていうこと自体も変化をしていて、で、まあ、文化によっても違っているし、で その美味しそうっていうものと、ある色が美味しさをこうあの体現している、その色っていうもの自体も作られてきているだと思います。なのであの例えばあのパンの色をね、ちょっと事例をお話しすると、生活の慣習であるとか、その習慣っていうものが大きく変わってきたっていうこともありますし、まあ、技術的な変化であるとか、その例えば加工食品が出てきたとか、そういったことで好まれるものがあの変わるっていうことはあの多くあると思います。これはですね、1871年ですかねに、あのアメリカの印刷会社がアメリカの中産階級の家庭向けに販売をした色で、熱帯の果物という絵になります。現代の私たちにとってはどれも馴染みのある食べ物で、特段特別扱いするようなものはあまりないかもしれないんですけれども、当時の人々、当時のアメリカの、ま、都市都会に住む人たちですねにとっては、なかなかあの冷蔵技術であるとか長距離輸送技術が発達していなかったので、あなかなかこういったいわゆる熱帯の地、パイナップルであるとかレモンであるとかオレンジといった暖かい場所で作られるあの果物を見ることがあまりなかったんですね。なのであのここに描かれているものは、当時そういった普段見ることがあまりないあの珍しい果物を描いた絵になります。でその中で私たちがあまり馴染みがないであろうものが、あの中央に描かれているバナナなんですけれども、あの一番手前には黄色いバナナが写っていて、これはあのおそらく誰もが見たことあると思うんですけれども、その後ろにあるのがあの茶色っぽい皮をしたバナナで、これは俗にレッドバナナと呼ばれるあの品種なんですけれども、あの黄色いバナナとは全く違うあのバラエティというか品種でして、中南米であるとか、まあ、東南アジアであるとか、バナナの産地ではこういったレッドバナナも黄色いバナナもあの、まあ、今でも生産をされているんですけれども、ある1870年代以降ですね、特にアメリカでこのレッドバナナに代わって黄色いバナナだけが、まあ、市場を独占するようになっていきます。でこれがあのその70年代までは黄色いバナナもレッドバナナも両方あの輸送されていたんですけれども、あのだんだん
まあ、輸送技術と冷蔵技術が発達をしたことによってバナナの産地である中南米からたくさんバナナをアメリカの市場に運ぶようになって、でそうするとたくさん運べるものの方が効率もいいですしコストもかからないので、そういったビジネス戦略がだんだん作られていくわけなんですけれども、その中で輸送会社が注目したのがレッドバナナっていうのは皮が黄色いバナナより薄いので傷つきやすかったりですとか腐りやすかったりするんですね。なので黄色いバナナだけを輸送した方が廃棄物も少ないし、コストがかからないっていうことで中南米で作るバナナ自体もプランテーションでは黄色いバナナだけを作るようになって、でさらにその黄色いバナナだけがアメリカの市場に運ばれていくようになりました。でそれは同じようなことが日本でもその後20世紀に入ってから起こるわけなんですけれども、そういったこう、経済的な理由であったりとか産業側の理由によってこうだんだん消費者が見たり食べたりする品種であるとか食べ物の種類っていうのがだんだん制限をされて限定的になってきたわけなんですけれども、そういったものが私たちが自然だと思う食べ物の色、当たり前だと思う食べ物の色っていうものが作られていった一つの要因だと思っています。消費者側もこの生産者側もお互い拮抗する中で作られてきた 色は作られてきたと思っているんですけれども、ただこう自然をある意味ミニチュア化するといいますか、その自然の一部を和菓子の中に、色も含め体現をしているという意味でその、日本的なこう色の感覚美学っていうものが現れているものだと思います。これはですね、料理本19世紀末ですかねに出版された料理本で、それをデジタル化させてオンラインで読めるようになっていて非常に便利になってるんですけれども、こういった料理本が感覚の歴史というか、その私がこの食べ物の色 の研究というか分析をするにあたってで使ったものの資料の一つなんですけれども、こういう料理本ってレシピを見るとどういう材料がある使っているかとかその手順が分かるわけですけれども、当然ながらでそのさっきお話ししたそのレッドバナナと普通のバナナがあったと思うんですけれども、当時の19世紀の料理本を見るとレッドバナナが材料に含まれていたりするので、そういうことから少なくとも中産階級であるとか、上流階級の女性たちっていうのは料理本を見てレッドバナナが何であるかっていうのを認識するぐらいまでにはレッドバナナは広まっていたっていうことだと思うんですね。なのでその、こうレシピを見ることによってどういった材料食材があったかであるとか、あと私がすごく面白いなと思ったのはその料理本で同じ人の名前でとか同じタイトルで出版されていても第1版と第2版とかでこう出版された年代が変わると記述された内容が変わっていて、でそれが一番顕著に現れていたものの一つが19世紀末と20世紀前半で着色料の作り方っていうのが19世紀末の料理本には掲載をされていて、でさっきのコチニールを使っていかに着色料を作るかっていうようなことが料理本に書かれていたんですけれども、それが20世紀の料理本になるとそういった記述がなくなって、で、着色料っていう記述だけがこう材料のところに出てくるわけなんですね。でそれから分かることっていうのは19世紀までは女性ですね、その料理をする人が、家庭で着色料を作っていたのに対して、20世紀以降はそれは家庭で作るものではなくて外で買ってきて入れるものになった、そういったものって他にもたくさんゼラチンであるとかベーキングパウダーであるとかそういったものがいろいろあるんですけれども、そういったものの一つこういかにどういった材料とかどういった技術的なものを家庭に取り込んでいたかっていう変化を見るものとして、料理本を使っています。であとですね、新聞記事であるとか企業の
こうなんていうんですかね、価格リストみたいなものでいくらでこの商品を売っていたっていうようなことが書かれていたりする資料があるので、そういったものをまあ一つずつ読んで、当時まあ市場でどれぐらい出回っていたかとか、それをどういうふうに価値付けされていたかっていうようなことも見たりしています。あとは食べ物の色の研究なので、イメージであるとかイラストを使うことも多いんですけれども、で一つ使ったものがオレンジの、日本でも知られているサンキストという、オレンジの流通組合がありまして、そのサンキストが出した冊子にこうオレンジの絵が描かれているものがあるんですが、でこれはフロリダでオレンジを作っていた時に、1930年代にこうオレンジの皮に着色をして売り始めることがありました。でこれはフロリダは暖かい気温なので。